ドブリトンです。今回はカイドのショットガンの相談数が減ったということで、ゴーヨー使っていきたいと思います。で、俺前の動画で、俺未来から来たんで、この武器の相談数が減ってるの知ってますよっていう風なね、動画を上げたら、本当に相談数が減ってるんで、俺が未来人であることがね、確定しました。つまんねえんだよ、知らねえよカスって感じなんだけど、俺が嘘をついたら死ぬ呪いをかけられている男だということを証明するために、証拠と一緒にみんなに見せつけてやろうと思ったら、ある事件が起きたんだよ。俺の動画のサムネとタイトルが臭すぎて、見たい動画にたどり着けねえ。もうなんかクリックしまくってもいつでも新着動画みたいになってるから、もうきつかったね。まあ、だから探してみてください。あとこれ教えてあげよう。盾を壊そうとするオタクを燃やすオタク焼却トラップ、これマジで強い。これなんだっけ、爆薬でしか壊せないんだよ。その中に入って銃で壊したら燃えちゃうんだよ自分が。あのね、オタク焼却トラップやってみてください。いやーマジでそろそろ本気出そっかな。ほんと手加減しすぎたわ。まあでもちょっと本気出しちゃうとな、倒しちゃうから、まあ加減してあげてもいいかな。まあでもね、このね、なんつうの、アップデート入ってからこの武器ね、反動がなくなったんですよ。まあ嘘です、嘘なんだけどね。まあでも連射すれば結構反動なくなったっちゃなくなったかな。かかってきなさい。そう、おい、お前アフィリエイト収入にはさせないぞ。お前そんなビジネスショットガン使ったって無駄だ。おい、いやマジちょっと本気出しちゃうと壊滅しちゃうわ、ほんと。いやもう絶対あのフィンカあれだろ、走り抜けるだけで倒せてしまう裏技、勝率 100% とか絶対言ってるぞあいつ。そう言いながら走り抜けてったからな。いやまあでもあれだな、やっぱこういう服用薬を服用しすぎてもう全然なんか効果がなくなってきたわ。なんかもう別に特にないですって感じだわ。そうなっちゃうよね、やっぱこうもらいすぎると全然こう快感がないわ。あれね、今がね、俺が本気のもう置くだけで侵入負荷勝率 100% っていうので今やってるんで、まあ俺の動画ってね、驚愕しながら勝率 100% になればもう動画成り立っちゃうんで。最後に俺が見たやつか、かかってきなさい。うわ間違えた、パカタパカそうだこれ、間違えたな。うわバンディットの癖で回収しちゃったよ。あれ来なかった、俺のとこにいなかったんだけど。俺の動画って毎回こう義務教育の一環として見せていいぐらいのもう教科書みたいな動画を毎回俺投稿してんのに、なんかこれある人からメルトンの動画は猿も木に登るぐらいのことわざレベルとかね、インスタおばさんとかいう80歳女子の先に俺なぜか煽られたんですよね。もうだから今回は分からせていきたいと思います。やばい、あぶねえ、俺真っ白になって自分の死亡で自爆するかと思った。分からせられるとこだって逆に、あぶねえ。もうだからね、プロゲーマースペースってことでやっていきますよ。ぶね、まあ、みんなね、ゴーヨー出した瞬間ね、みんなボロカス言うからな。なんか頭に反り込みを入れることしかできないゴミ能力とかね、アイコンを逆さにするだけでトイレのワンシーンを描くことができる、つまり僕たちはゴーヨーとかね、バカみたいなこと言ってるやついるんで分からせますよ。待って、下から突き上げられてる。敵部隊が爆弾を見つけた、防衛しろ。やばい待って、これ死んだらやだ。おい誰がトイレの、なんでもない、潰していくぜ。まあね、俺の動画はね、二度楽しめることを知らない。俺の動画は 0.25 倍速にしてやっと本領発揮するから。お、ふざけんなお前、もうなんで入ってんだお前。俺が大窓で見えると思ってたのに。あれ待って、これ子供入ってる。うわっ、あれバレてないんじゃね。ナイス、あれやってくれた、生きてる。おいお、ディフェンサー落ちてる。そういうことだからな、俺が「うわ気持ちいい」って言ったら 0.25 倍速にして「うわ気持ちいい」「そろりそろり」みたいになるからな。いや俺は世界一気持ちいいそろりそろりを発動できるぐらい俺は二度楽しめる動画を提供してるから。だからな、俺の動画は一周じゃ終わりません。だからその分ね、皆さん広告もクリックしてください。そういうことです。15秒、大窓から来るのは分かっているぜ。いや待って、これキッチン階に流すか、火多分落ちちゃうよねこれ。来るぞ、
あれこれ火流れてなくね？流れたかな？流れてない！もうなんでこれ火流れると思ったのに。プロゲーマーポイントマイナス1000。いやもうその女性のそのセクシーな姿は俺の動画では R80 だわ。いやもうそれは死んでからしか絶対に見れない。まあでも最近長生きすっからな。科学の力ってすごーい。まあでもそんなことどうでもいいわ。とにかくね、カイドでできるもう R80 技、もう人生2周目限定の人のね技をやっていきたいと思います。まあ俺ね、そんなこと言う前にね、みんなからのクレームが本当に絶えない。もうなんかサムネとタイトルが分かりづらすぎて全く動画を見ることが見返すことができませんとか言われるんだけど、いや違うんだって。俺あることに気づいちゃったんだよ。驚愕しながら勝率 100% って書くだけで再生数が伸びてしまう裏技が実はあるんです。もう俺がなんか15秒広告みたいになっちゃったけど、そういう感じなんですよ。だからね、いつか出しますよ。あなたもこのタイトルで人生バラ色っていう動画を出します。待って、あ、そっちかい、そっちの音かよ。かかってきなさい。おい、やってくる。やばい、もう弾がない。ちょっと開通しただけで、あ、やばい、アイム偏差値30。もうちょっと開通するだけでマジで相談数ないでしょ。いや俺嘘ついてないでしょ。これ YouTube 界実話級、俺チャンピオンだから。これ絶対に、これ本当のことしか言ってないから。いやまあね、実話級チャンピオンはね R80 も余裕でクリアしてるんで、もう舐めないでください。やばい、もう死ぬ死ぬ死ぬ。なんか俺グレ飛んできそうなんだけど。あ、いや一発じゃないよ、大丈夫、2発だよ。危ねえ、呪いで死ぬとこだったわ俺が。ヒヤッとした。これは待って、上がってきてる。やばい、来てる。いやー、うわー、なんでバレなかったの。危ねえ。いやー、これはパカガキの墓を作るべきだな。危ねえ、まあ死ぬかと思ったわ。あれ、これ最後どこにいんの。俺にとどめを刺させろ、刺させろ、刺させろ、そこだ。いや俺は追いつくすぜ。やばい、股間にエイムアシストが、俺の心のエイムアシストが。はい、ナイス。え、そのショットが何、その距離やったの。え、どういうこと。あ、ダウンしたのね。俺キルパクするなんかやばいおっさんみたいになっちゃった。頼む、開けてくれミュート君。俺これ開けないと死んじゃう。うわ、気持ちいい、ありがとう。まあ、こうやってねチャットすることによってミュート君も、お、この人感謝してるっていう風になるからね。まあ、こうやってごまかしてるとね、お前早く使い方言ってくれよっていう風になっちゃうから。説明するけど、これショットガンだから、どんなにアーコグついても接近して戦ってください。俺倍率サイズだからロング戦うわとかもうやめてくださいね、絶対。だそうすれば相談数とか関係ないんで。まあでもね、これ賢い人が聞いたらね、ってことは俺たちが今聞いていた数分間は人生の無駄ってなってるかもしれないけど、まあそういうことです。だからね、我慢しましょう。皆さんはね、数分間ぐらい無駄にしてます。まあだから安心してください。まあでもね、もう俺がどんなに頑張ってもな、みんなボロカスに言うからな。何、死んでる、ビザ界か。今のはね、俺電動歯ブラシの音だからな。いやもうこれでね、自動生成字幕くんと遊ぶことによって俺の友達は確実に1人以上いるということだ。俺はもう自動字幕くんが真の友達、そういうことです。だから俺はみんなにボロカスに言われても、俺の味方は自動生成字幕くん、そういうことだ。まあだから自動生成字幕くんは俺の気持ち分かってるから、今日も音楽にしてくれてると思う。さあ俺のこの C4 ペリオンで警戒しない。あれ来ない。うわ、いや待って、これはバレてない。いやさすがにそれは無理がある、バレてる。上がってくるかな。バックはね、ショットガン爆上がりしてきそうだから。あれ、俺どこ来ないの。俺ビビってやがんな、お前。おい、あ、強い。次管理事務にキピン立ってたな、さっき。え？なんで、くそ、
もう一つができない。なんで中央界にいんの。おこれ倒したらなんかうえーってなってたのに。いや文句言うのキモい。ネチネチゲーマーの象徴みたいになっちゃった俺。キモいキモい。ネチってんな俺。君たちならできるよ。大丈夫。もう俺のカイドに引っかかったな。まあ、ということで皆さんショットガン使えば勝てます。もう相談数とか割とねどうでもいいです。ということでメルドンでした。バイ。